学科でジャーナリストの増山玲奈です。本日豊中駅前の皆さんおはようございます。私の尊敬する政治家服部良一さんをぜひ国会に行ってもらいたいということで、今日は応援インタビューにやってきました。服部さんおはようございます。おはようございます。はい、今回、選挙に総選挙に出られるということなんですけれども、今回の焦点と言われているアベノミクスについてなんですけれども、服部先生はどんなふうに考えていらっしゃいますか？アベノミクスはもう完全に失敗が見えてきたというふうに思ってます。今日の朝刊でもね、円安が非常に進みすぎて、もう中小企業が円安倒産になるんじゃないか、そういうことも言われてます。輸入価格がどんどん上がって、消費者あるいは中小企業が大変しんどい思いをしている。それからやっぱり一番深刻なのは雇用が100万人増えたっていうんだけれど、正社員が約38万人ぐらい減って、そして非正規労働者が150万人ぐらい増えてるんですね。ですから本当に生活のできる職場が増えてるんじゃなくて、派遣とかパートの仕事がどんどん増えてて、もう今格差が非常に広がってる社会になってるんですね。だからアベノミクスっていうのは本当に庶民の目を見て、やってるのかどうか非常に僕は疑問に思ってるんですよ。もう一部の金持ちばっかり似てるんじゃないのみたいな、だから格差が広がるような社会は僕はもう絶対に許せません。安倍さんは株価が上がったりアベノミクスが成功だということを言ってるんですが、私としてはさっぱり景気が良くなってないんですが、実際に世の中をご覧になって服部さんはアベノミクスの成果が出て景気は良くなってると思われますか？いや僕は思いませんね。アンケートでも80% 近い人が全然実感がないというように言われてて、安倍さんの考え方は大企業は儲かったらそのうち中小企業も儲かって、でそのうち労働者の方にも多少ほころびが落ちてくるというか、懐が豊かになってくるよということなんですけど、風が吹いたら桶屋が儲かるというのがあるんですけど、現実にはそうならなくて、大企業が儲かったらもうみんな企業の中に会社の中にお金を蓄えてね、全然使わないんですよ。だから200数十兆あった内部留保が今320兆ぐらいまで増えていてね、で結局その安倍さん その考え方っていうのは僕はうまくいかないと思いますね。うまくいってない。だから結局私たち一般の市民とか庶民の生活は一向に変わらない、実感がないというのが現実じゃないでしょうか。今、10日に施行が予定されている機密保護法についても、どういう見解を持たれていらっしゃるのか、ぜひお聞きしたいと思います。はい、秘密保護法はですね、もうとんでもない法律、僕はいろんな法律があります。出来具合が60点とか40点とかね、80点とかいろんな法律があるけど、この秘密保護法はマイナス100点、もう絶対に認めることができない法律なんですね。で国が勝手に秘密を作って、国民に知らせないというわけですから、都合の悪いその情報はもうみんな隠すわけですよね。で今までもういろんなことが隠されてきました。でもやはり日本の国の政策が誤った方向に行かないように、やっぱり私たちは知る権利があるわけですよね。だからこんな法律を許してみたら私たちの知る権利もなくなるし、で知る権利がなくなるっていうことはやっぱり表現の自由がなくなっていく。本当のことを知ろうとするとその懲役10年プラス罰金1000万円というね、大変な重罪がかかってくる法律なんですね。だからやっぱりマスコミがそういったいろんなことを取材をしたり、それをマスコミ、新聞とかテレビを通じて報道する、そういったこともやっぱりできなくなるし、だから表現の自由、報道の自由、取材の自由、
知る権利、そういった基本的な人権がね、本当にあのなくなってしまうんじゃないか。もうあの戦前がそうだったですよね。天気予報も秘密だ、ね、で昨日僕ちょうどあのテレビ見てたんだけれど、戦争中に起きたあの東南海地震、ものすごい被害が起きてるんだけれども、この地震の状況を絶対に報道するなということで、その当時の戦前の戦時中のマスコミは一切報道してないんですよ。それは何でかというと、戦争にマイナスになるからということで、ね、地域で起きた地震すら報道させない、それと同じような時代がこの法律が施行されると出てくる、できてくるんじゃないかなというふうに思っているので、僕はもう絶対反対なんですよ。だからもうこの1年間もう毎年秘密保護法を廃止録画しちゃっているので、あの毎月毎月、ダメだと廃止しろという声をね上げてきたし、それであの一旦法律ができて、こんないつまでもいつまでもね、あの廃止しろ廃止しろという運動が続いているというのは本当珍しいらしいんですよね。もう全国に60ぐらい団体が、市民団体ができて、みんな廃止を求めて頑張ってるし、で国会の中でも廃止法案とか、それから延期法案というのも出ました。施行を延期する、12月10日から施行なんだけれども、それを延期してもう一回一から議論し直したらどうだと。だからまあそういう意味では、もう僕はもう必ず国会に行って、この秘密保護法の廃止のために頑張っていきます。はい、服部さんはこの1年間本当に何度もいろんなあの場所で秘密保護法についての集会を開催してくださったり、あのそこで演説をしてくださったり、市民の知る権利、生きる権利を守るために動いてくださっていました。私もあのそんな服部さんを見ていて、本当にぜひ服部さんを国会に送り出したいなと思います。あの豊中市の皆さん、世界の皆さんに声を大にして言いたいんですが、服部さんは本当に仕事のできる政治家で、服部さんが、福島第一原発事故の後、私も何度もあの国会に通って政治家の方に訴えたりさせていただいたんですけど、そういう時一番に話を聞いてくれて、福島や全国のお母さん方、避難されている、お母さん方の話をあの聞いてくれて、本当に市民のために動いてくださりました。ぜひこういう人を国会に送り出してほしいと思います。あるんだけど、まずやっぱり一般の人があの正社員として一生懸命、特に若い人たちの今2人の1人はあの正社員として働いてないんですね。でもう大変もうしんどい思いして仕事をしてて、若い人の中にはあの1日のうちに3カ所ぐらい、3カ所ぐらい仕事を掛け持ちしてね、もう大変な思いで頑張ってる人がいるわけ。だからそうじゃなくて、やっぱりちゃんとした雇用というか、ちゃんとした職場で頑張っていける、そして結婚をして、まあ、子供を育てようという気持ちになるような、なんかそんな社会を作りたいなと思ってるんですね。それが一つの大きいあの目的。それからもう一つの大きい目的は、日本には平和憲法ってあるでしょ。で平和あの憲法9条ってあるじゃないですか。で今安倍さんはそういった平和憲法を変えようとしてるわけなので、それを絶対に変えさせないぞということをね、国会で頑張っていきます。どう思いますか。集団的自衛権があの流行語大賞にあの選ばれたの知ってる？知ってる？集団的自衛権というのはね、まあ、日本が例えば外国から攻められたから日本がそれを防衛しましょうというようなことではなくて、外国と外国が戦争してるのに、日本が出ていきますという、まあ、ことなのね。だからそういう集団的自衛権というのは、こう今までも日本の政府がもう絶対憲法に違反するからダメですというふうに言ってたわけで、それを安倍さんは憲法を変えるなら変えるの手続きがいるじゃない。でそういうことも一切せずに勝手に解釈でね、閣議決定という、勝手に解釈で変えてしまったの。もうだからね、こういうことはね、もう本当にね、許せないことなんですね。だから
やっぱり若い今からの世の中っていうのは、やっぱ若い人がどんどん活躍する世の中なんだから、やっぱり日本の平和っていうものをやっぱり守っていかないといけないし、まあ、僕たちはそういう日本のね、やっぱ平和な社会を若い人たちに受け継いでいく、その責任があるというふうに思ってるんですよ。に送り出してほしいと思います。あと福島原発についてもお聞きしたいんですけれども、服部さんは、原発ゼロの会で、この間福島原発にも視察されたことがあったと思うんですが、実際に行かれてどう思われましたか？はい、もう一言で言って、福島の原子力発電所の事故の収束はもう全くできてない、ずっと深刻な状態が続いてます。安倍総理はアンダーコントロールなんて言ったけれども、あんなもん嘘っぱち。僕は今年の9月、それからちょうど1年前の9月と2回、福島原発の中に入って視察をしましたけれど、まあ、一番もちろん見たかったのは汚染水の問題なんですね。もう毎日1000トンの地下水がなだれ込んできて、もうそのうち400トンが原子力建屋に流れて、そして毎日400トンの汚染水が作られてる。そしてまた一部には海にも流出してると言われてるんですね。で最近凍土壁っていう土を固めて水が流れてこないようにする工事をしてたんだけれど、それ失敗してるんですよね。うまくいかないんですよ、ね、だから僕はもうこういう福島の原発の事故が収束もできていない中で、原発をその再稼働しようだとか、それから海外に輸出をしようなんていうことはもう全くありえないことだというふうに思ってます。今7000名の労働者が今頑張ってますけれど、まあ死亡労災事故も起きてますしね、もう本当に大変な状況 で、しかも今何人でしょうかね、今12、13万人ぐらいがまだ避難生活を強いられているわけですよね。でもう事故が起きて3年も経って自分のふるさとで生活もできないなんて、でも一歩間違ったらこの福島の事故はもう東京からも避難しなければならなかったんじゃないかとも言われているわけなんですよね。だからそんな深刻な事故だったということ、これをね、もっと我々はもう深刻に真剣に受け止めていく必要があるし、でやっぱり今こそ脱原発の流れをですね、やっぱり政治としてね、政治の力として、日本の方向性としてやっぱりきちっと目指して、まあ、所詮は電気の話なんでね、電気っていろんな方法で作れるわけですよ。何もそんな危険極まりない地震大国、火山大国の日本で原子力に固執する必要はもう全くないし、で安いと言われながら結局は高いのが原子力というのが分かってきたわけなんですから、やっぱりここはリーダーを持って、リーダーといいますか、こうきちんと判断力を持ってやっぱり、転換をしていくべきというふうに思います。まあ、安倍政権はね、もう原発推進にもう完全に、回帰してるからもう本当に許せない。だからもうそれもね、僕はもうとにかく国会に行ってやりたいことの大きな目的です。実際に今動いている原発は一機もない状態 でさらにこれで電気が足りてないどころかもう余ってる状態なんですよね。最近自然エネルギーの買い取りを九州電力が全面的に拒否したり、全国的に拒否し始めてるっていう流れもあるんですけど、もうすでに、電力が余ってるから買わないっていうわけで、こういう流れの中で再稼働っていうのは本当にありえないなと私も思います。あと実は私昨日沖縄に行ってきたんですけれども、昨日まで沖縄で取材をしてきまして、照屋さんのお話も聞いてきました。で辺野古の工事の変更を、中山知事が4日 の任期の間に最後の任期に、承認をしたということが、昨日報道で出ていました。
の前日に県庁前に2000人の沖縄県民の方々が集まって声を上げておられたんですけれども、辺野古の工事については服部さんどう思われますか？もうこの問題はね、普天間施設の問題、もう20年ぐらいになります。1995年に少女暴行事件が沖縄で起きて、もう大きな反基地のうねりが沖縄だけじゃなくて全国に広がってきました。そして普天間基地が本当に町のど真ん中になって危ないじゃないか、でこれを撤去しようという話だったんですけれども、それが県内の移設ということになって、それが名護市辺野古に基地建設ということが決まって、もう20年近く住民の皆さんが反対をしているわけですね。で 今までその推進派の市長が出てきたり推進派の県知事が出てきたりしたんですけれど、もう今はね、もう名護の市議会も反対、名護の市長も反対、そして名護の沖縄の県議会も反対、沖縄の県知事も反対、まあ、要するにオール沖縄で住民が反対してるわけですよね。それをね、もう無理やり、今の中山さんですね、もう今度変わりますけれども中山市の首里の首根っこを押さえて、そして基地を基地建設を認めろというこの安倍さんのもう本当にもう横暴極まりないやり方ですね。これはもう絶対ダメだと思います。で私11月の1日にちょうど知事選の最中に、那覇のセルラースタジアムの小長知事の決起集会に行きました。でその時のメインゲストが菅原文太さんだったんですね。でまあつい先日亡くなったということを聞いて本当にショックでですね、まあああいう体調を押してね亡くなる1ヶ月前に沖縄に知事選の応援に来ていただいたのかと思うとね、もう本当に涙とちょきれる思いなんですけれど、すごいね、ガラガラ声でね、もう日本は人口だけは絶対に変えたらあかんということをね、もう切々と訴えておられましたし、戦争世代なんですね。だからまあどういった子さんも亡くなりましたけれど、まあ、ああいった、まあ、私の親もそうなんですけれど、やっぱり戦争世代のやっぱり戦争だけは絶対ダメだよというね、憲法だけは絶対変えたらあかんでというやっぱりそういう声で、沖縄のこう基地建設を認めたらもう未来永劫に沖縄は米軍基地になってしまうじゃないと、やっぱり基地がない方が沖縄は発展するんだとかね、いうことを本当に小長さん一生懸命アピールされていましたけれども、ぜひ沖縄の基地建設を止めて、ね、沖縄の平和への思い、基地がなくても本当に沖縄は頑張っていけるって言ってるわけだから、オール沖縄でね、経済界もそれから一般の市民の方も革新保守を超えてね、オール沖縄が今そういう声なので、やっぱり、安倍政権はそれをしっかり受け止めなければならないし、僕も国会に行って、真正面からこの沖縄の基地問題を取り組んでいきたいと思います。沖縄は本当にいいところで食べ物も美味しいし、この観光客の数が過去最高になったそうで、570万人以上の方が世界中から訪れていると。でハワイが650万人ぐらいで、実はもうすぐハワイを越すんじゃないかという数値だそうなんですけれども、米軍の基地をぜひ撤退させたり、少なくとも新しい基地は作らないで、でオスプレイ の騒音もなくして、ぜひリゾートアイランドとして経済発展してもらいたいなとすごく思いました。はい、そうですね、はい、まあ観光と基地は両立しませんね。だからもうそれはもう沖縄の人が、まあ、沖縄の経済界の観光業界のね、偉いさんも偉いさんじゃないかけれども経営者の皆さんもですね、もう観光沖縄の観光産業にとってもう基地は邪魔だということをね、はっきりおっしゃっているんですね。
そしてもうアジアとの友好関係で沖縄を発展させていきたい。だからもうアジアから今ものすごい観光客が沖縄に来てるんですね。そこにやっぱり沖縄の発展の道筋も展望もね、見ていらっしゃると思うんですよ。だからそういう平和な沖縄になってほしいなと。でそれを押し付けてるというか、その基地を押し付けてるのはアメリカ政府でもあるんですけれども、それを容認してるのはこれはもう日本政府なわけだから、やっぱり日本政府とやっぱり戦っていかないと。平和っていうのはじっと待ってて訪れるものじゃないんで、やっぱり戦いの中から平和っていうものをやっぱ作っていきたい。まあ、沖縄と連帯をしてですね、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。今平和という言葉が出たんですけれども、今その日本で、玄関本だったり玄中本だったり、その日本、韓国や中国との、関係を悪化させるような風潮が、広まってきていると思います。服部さんはアジアの皆さんとの交流のプロジェクトもやられているということなんですが、ヘイトスピーチとアジアの交流についてご意見をお聞かせください。まずですね、日本は中国と貿易相手国、まあ、最大の貿易相手国なんですね。最大の貿易相手国と喧嘩をするなんていうことは、これはまあ常識的にありえないことなんですね。ですからやっぱり日本の発展というか、日本の経済的なまあ立ち位置といいますか、まあ、それを考えた上でも中国とかアジアとの共存共栄、ここをやっぱりしっかり考えていかないと。今アメリカとの貿易は 15% 程度なんですけれども、いわゆる中国とか台湾とか香港とかそういう中華圏との貿易は 30% ぐらいで、ASEAN も含めますとですね、アジアとの貿易っていうのはもう 55%、まあ、60% 近い貿易量なわけですよ。で我々やっぱりそういう中で日本というものは経済も支えられて生きているということをですね、まずもっと冷静に認識をしないといけないと思うんですね。そしてそういう、まあ、何もその経済がどうということだけじゃなくて、やっぱりお互い国と国、人間と人間、いろんな民族ありますけど、やっぱりもっともっと手をつないで、もう差別はね、もう絶対ダメだと思うんですよ。で、在日朝鮮人の皆さん、韓国人の皆さんね、中国人の皆さん、日本に住んでおられますけれど、やっぱり日本の過去の侵略だったり植民地支配の結果としてね、まあ、日本に強制連行で連れてこられたり、あるいは仕事を求めてこられたりして、そしてそのまま住み着いておられる方が大勢いらっしゃるわけですよね。やっぱりそういう歴史っていうものもやっぱり我々がもっともっと勉強して、理解をして、そしてやっぱりこの日本列島っていうのはもともと先住民の歩みの皆さんがおられるわけだから、やっぱり日本列島をそこに住む全ての住民のね、やっぱり共通のやっぱり生活の場としてね、お互いの文化とか歴史っていうものを大切にして、社会を作っていく、まあ、それが当たり前じゃないでしょうかね。出て行けとかね、もうひどい場合には殺せたとかね、もうそういうとんでもないことを言う人がいますけれど、まあ、しかしそれもね、やっぱり一部の人たちがやっぱり煽ってる、うん、そういう空気を作って、軍事力を増強しようだとかね、いろんな下心を持ったやっぱり権力といいますか政治家がやっぱりいるということじゃないでしょうかね。もう単純に市民だけの動きということじゃなくて、やっぱりそういったことをうまく作って利用して、そして自分たちの権力維持に使おうとしてるですね、人たちがいるんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりそういう人と厳しく対決をしてね、本来あるべき、差別のない、平等な、一緒にみんなが力を合わせて頑張っていけるような、まあ、民族とか立場を超えてね、そういう日本を目指していくべきだというふうに思います、はい、ありがとうございます。戦うべきは身近に住んでいらっしゃる中国や韓国の方々というよりは
その消費税を上げ、市民から潤いを奪ってきた安倍政権じゃないかと私も思います。ぜひ、その今の安倍政権の暴走を止めるためにも、服部さんをぜひ国会に送り出していただきたいと思います。豊中の皆さん、ぜひお友達や親戚、家族、学校の、先生同士とか、とにかくいろいろ街の中で服部さんを広げていただけたらと思います。服部さん、今日はどうもありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとう。YouTube で聞いて、最後にこう言うんですよね。小長さんのことを、仁義なき戦いのラストシーンに、合わせて、まだ弾は一つ残っとるだよ。私はその一つ残っとる弾だよが、服部さんだと本気で思います。ぜひ皆さん、服部さんを国会に再び送り出してください。今みたいな秘密保護法が、施行されたり、知る権利、生きる権利奪われようとして、戦争への道が作られようとしている時に服部さん以外いないと思います。ぜひ皆さん、服部さん、服部良一さん応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとう。ありがとうございました。この駅前広場をお借りしまして、どうぞよりご挨拶をさせていただき、今日は